当社では、私が担当したのは建築という部門になるので、こういった駅舎の方の、建設の部分を担当したんですが、作業員の安全、こちらの方を重点的にちょっと意識しながら現場の管理をしてきました。帰還困難区域というその場所から物と人の手配が非常にちょっと難航しまして、そちらに集中して、早め早めの準備を進めて、なんとか完成まで来れたかなというふうに感じてます。今回のこの工事ではやはり帰還困難区域という場所柄ですね、材料、物、人なかなか集まりにくいっていう状況が確かにありました。それでちょっと当初よりかは、ちょっと工期的には長くかかってしまったんですが、なんとか3月の開業に合わせることができてということで、やった甲斐があったかなというふうな形では一番苦労したかなというふうに思ってます。今回駅舎完成させまして、重通路というふうなこともあるので、双葉町の皆さんに関わらず、いろんな人に駅を使っていただきたいなというふうには考えております。であと一番ちょっと私が今思っていることなんですが、今回工事をやるにあたって、この工事に従事した作業員っていうのがやはりいて、作業員のみんなが力を合わせて、作り上げることができました。で、作業員に感謝するっていうふうなことはもちろんなんですが、その家族、作業員のみんなの家族ですね、その人方にも感謝はしたいなと非常に思っております。帰還困難区域の中で作業するにあたって、どんな場所で、作業するんだろうっていうのが、多分そのご家族の皆さんにとっては非常に不安な日々を過ごしてたのかなというふうに思っております。で、我々も工事の現場を管理する上で、作業員一人一人に怪我させるわけにもいかないというふうなところの部分での管理を徹底してやってきたつもりです。で、そこで誰も怪我人を出さずに、事故も起こさずに、なんとか無事工事が完成できたこと、こちらに関しては我々の思いと、あと作業員が我々の思いに、同調していただいて、で達成できたのが、この駅舎の形になるというふうには思っておりますので、非常に家族の方の支えがあって、作業員さんが要はここの現場に入ってきて作業してもらえるというふうなところの部分がありましたので、そこについて作業員の家族に関して非常に感謝申し上げたいなというふうに思います。